やりやすいのはリーンゲインズ、プチ断食の方ですね。1日に食べていい時間を8時間とかに絞るってやり方ですね。で、これ一応ですね、女性とかの場合はもうちょっと軽くした方がよくて、12時間から14時間ぐらいにした方がいいです。女性の場合はその食べない時間は。男性の場合は16時間思いっきりやっちゃってもらっていいんですけど、こうするとですね、何が起きるかっていうと、ダイエット効果はですね、カロリー制限とほとんど変わらないレベルでダイエット効果が実現できるんですね。だから、無理に我慢しようとか、食事の量とか減らしたりとか、こんだけ食べてもいいかなってことを気にしなくても、全然ですね、効果が得られると。で、さらにですね、普通にカロリーを減らすよりも、食欲を抑制する効果が高いので、辛くないんですよね、断食の方が。っていうのがありますよと。で、まずですね、一番効くのは何かっていうと、実はですね、血液がいい状態です。血液サラサラになるとか、血管が健康になるってことが実は分かってるんです、断食は。で、さらにですね、睡眠の質が上がるってことも分かってるんですね。プチ断食をすると、こう寝てる間に目が覚めちゃったり、途中で起きたりとかする現象が減ったりとか、朝のですね、目覚めのスッキリ感が良くなったっていう報告があって、これなんでかっていうと、プチ断食をするとですね、体内の炎症が抑えられるんですね。で、これ理由があって、一日中食べてると一日中消化してるんですよ。で、消化って結構、要は物を溶かしてるわけなんで、結構ですね、体に対してもダメージがあって、なるべく消化している時間を短くしてあげて、その消化期間が休んでる時間を長くしてあげた方が体にはいいですよってことが分かってるんですね。あとはですね、お腹の調子も良くなるってことが分かってますね。腸内環境の改善だったりだとか、カロリーをカットしたことによって、体内にですね、モチリンとかグレリンっていうホルモンが出てくるんですよ。で、これはですね、消化期間の状態を整えてくれるホルモンなんで、いずれにせよお腹の調子が良くなりますよと。で、これ以降はですね、結構仮説なんですけど、寿命が伸びるかもしれないっていうのが出てますね。いわゆるこう飢餓状態になるんで、ストレスが与えられ、そうすると食べ物を得なくちゃいけないから、一生懸命体が頑張ろうとするんですね。で、それで体の状態が良くなって活性化して、むしろですね、老化に強くなったりする、アンチエイジングするみたいなことが分かってると。癌の予防に効くかもっていう研究もあってですね、プチ断食で発がんリスクが減ったっていう研究もですね、動物実験だとあるっていう風に言われてて、これまあいわゆる癌が減ったってわけじゃないんですけど、炎症がなくなるんですね。炎症がなくなってインスリン抵抗性が改善したっていう風に言われたりとか、あと乳がんリスクが減らす可能性があるんじゃないかって言われてるので、まあ悪いってことはないので、炎症を減らすことによって、その炎症とかが原因で起こる一部の癌に対しては効果があるんじゃないのっていう風に言われてますね。で、あとはですね、頭も良くなるんじゃないかって話があって、これ実はですね、プチ断食をすると脳のですね、神経の炎症が和らぐっていう効果が確認されてるんで、まあ動物実験レベルであるんですけど、脳の状態も良くなるから頭良くなるんじゃないのって話が出てます。最後ですね、女性に朗報です。変なですね、高い化粧品とか使うよりもプチ断食をした方が肌が綺麗になるっていう可能性があるって報告が出てます。これなんでかっていうと、プチ断食をするとマウスですけどね、動物実験ですけど、肌のコラーゲン量が増えて保湿機能がアップしたってことが分かってるんですね。で、これやっぱり体に適度な飢餓状態を作ってストレスを与えると、体が保たないといけないっていう風に思って頑張るので、で、その結果ですね、一生懸命コラーゲンを体内から作ってくれると。で、それによって保湿効果が上がって、かえっていっぱい食べてる時よりもプチ断食をしてる時の方が肌が綺麗になってよってことが分かってるんですよね。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それではバイバーイ。